モーリンガードナーはイギリスの陸上競技選手である。1948年開催のロンドンオリンピックの女子80メートルハードル走で銀メダルを獲得した。1948年に自国で開催されたロンドンオリンピックで80メートルハードル走と400メートルリレー層の2つの競技に出場した。80メートルハードル走では予選と準決勝を それぞれ11秒6と11秒8の記録で通過した後8月4日の決勝に臨んだ。決勝ではオランダ代表のフランシナ・ブランカ君と激しいレースを演じることになった。スタートでは君が出遅れ、第一ハードルではガードナーがリードを奪った。その後、君が差を縮め、ゴールにはほぼ同時に2人が入った。勝負は写真判定に持ち込まれ、君が優勝者となり、 ガードナーは2位で銀メダルを獲得することとなった。このレースでは2人とも当時の世界新記録にあたる11秒2の記録を出していた。なお、400メートルリレー層では4位に入っている。1950年にブルッセルで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権大会では80メートルハードル層で再び君に敗れて銀メダルを獲得している。 ガードナーは、陸上競技に取り組む傍ら、バレエダンサーとしての訓練を受けて、バレエ教師となり、イギリスのオリンピック代表チームのヘッドコーチを務めていたジェフダイソンと結婚している。アスレチックス・アット・ザ・1948ロンドン・サマー・ゲームズ、ウィメンズ・80・ミターズ・ハードルズ、ハット・アスレチックス・アット・ザ・1948ロンドン・サマー・ゲームズ、 ウィメンズ 400m ゼリレーハット e u r o p e a n c h a m p i o n s h i p s g b r a t h l e t i c s c o m ありがとうございます。